皆さんこんばんは鉄道総合館ですえ今後 QR コードで JR 東日本の路線に乗車することができるようになりますえ2022年11月8日 JR 東日本から出てきたニュースになりますえ QR コードを使用した新たな乗車サービスの導入についてという内容になりますでは本日もよろしくお願いしますお手伝いはしなくていいですでは本日もよろしくお願いします 先ほどは大変失礼いたしましたシリーさんに邪魔されてしまいましたけれどもえ JR 東日本から出たニュースになります QR コードを使用した新たな乗車サービスの導入について JR 東日本はグループ経営ビジョン変革2027で目指すシームレスでストレスフリーな移動の実現や w i な何とかポスト何とか社会における お客様の非接触ニーズにお応えするため、ま、SDGs の観点から持続可能な社会を実現するため Suica を実行とした切符のチケットレス化を推し進めております。チケットレス化の新しい手段として Suica をお持ちでないお客様も駅の券売機や窓口を経由せずにご乗車いただけるよう QR コードを利用した乗車サービスを2024年度以降順次開始いたしますより多くの皆様にチケットレスで鉄道をご利用いただける今回のサービス導入を通して JR 東日本は便利で快適な駅の新しいご利用スタイルを提案いたしますということですまあ概要としましては 駅ネットで乗車券類を予約購入する際に QR コードの乗車券を選択いただけるようになりましてまあネットで予約してチケットですね乗るケースと駅ネットで予約して駅の券売機で指定席券とか自由席券を受け取ってから乗車するケースがあると思うんですよねで今回はそこで QR コードっていうのを選択することで 特に駅で発見をすることなく、そのまま QR コードを自動改札機にかざして、新幹線も在来線もチケットレスでシームレスにご利用いただけるようになる新たなサービスだそうです。サービスのご利用のイメージとしては、山田線の上盛岡駅。 スマホからアプリを操作して利用開始をします。で山田線に乗車して盛岡に着きます。で乗車の際に QR コードで通過します。ではやぶさ号に乗車して東京に着きました。そしたらまた QR コードをかざして中央線に乗車します。で新宿で QR コードをかざして出場するというような感じになります。 QR チケットを表示ボタンをタップし、表示される乗車券に必要な QR チケットを自動改札機へかざしてご利用いただきます。なお、自動改札機を設置していない駅では、お客様ご自身でアプリ上にて利用開始、終了していただく方法を検討しています。 あくまでも検討していますということなのでまだちょっと実際改札機がない駅でどういう扱いになるかっていうのは今の段階では決まっていないということですはいで、まあのチケットレス化のメリットとしてはですねやっぱりあの紙の特急券とか紙の乗車券って改札機メンテナンスが必要なんですよね もちろんあのなんててで,でしょう切符とかを取り込む時に中にこうベルトコンベヤみたいなバーがあるんですけどあれにゴミが入ったりするとあそこの清掃が必要だったりします故障の際にも、えー、交換が必要だったりあと経年劣化で交換が必要になったりしますね。 で、えー、QR コードとかチケットレスでの乗車にすることでまあ、直接何かを差し込んで、えー、通す必要がなくなるので機械のメンテナンス量もかなり多分安上がりになるんじゃないかなというところですね。でお客様はお客様でわざわざ駅で並んで受け取りとかをしなくてもそのまま乗車できるので、まあ、お互いにメリットがあるのかなといったような感じになります。 2022年12月から開始する自動改札機の老朽取り替えに合わせ一部の通路に QR リーダーを搭載した新型自動改札機を設置していきますあなんとあれですねちょうど取り替えの時期っていうことですね結構今の改札機新しいと思ってましたけどもう取り替えの時期なんですねうん まあ多分ですから、この QR コード、例えばこう友達に LINE とかで送ったりしても、1回乗車してればもちろん無効になって、2人で乗車するなんてことはできないように、システム面もちゃんとなっているんだと思います。サービスの提供区間は JR 東日本エリアの新幹線在来線の全線という形になります。で一番最初はですね、 あの仙台地区で開始をするそうですでそこからエリアをどんどん広げていくという感じだそうですえ参考として Suica 首都圏エリアでは現在約95%のお客様に交通系 IC カードをご利用いただいています今後も Suica 利用エリアの拡大や地域連携 IC カードの導入拡大などチケットレス化を推進していきますより多くのお客様に チケットレスで鉄道をご利用いただける手段の一つとして QR コードを利用し新たな乗車サービスを導入していきますと首都圏における IC カードの利用率は2011年の段階で約85%だったのが2021年の段階では約95%まで上昇しているということですはい 今回は QR コード乗車券についてご説明をさせていただきましたこの動画が役に立ったらいいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました発見したため、常満線ダイヤが乱れておりますこの列車は 3D 駅8号を連れて発車しております

扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。